都教育委員会は学校に無理難題を持ちかけるいわゆるモンスターペアレントに対応するための教員向け手引き書を作成しました。苦情として扱うのではなく、親との相互理解のための具体的な方策が盛り込まれました。都教委によりますと、都内の公立学校のおよそ1割が保護者からの理不尽な要求で困っていることが分かりました。今回の手引き書は教育現場での実体験と民間の苦情処理アドバイザーらの意見を合わせて作られました。特色は初期対応の大切さと苦情扱いせずに親との相互理解を進めている点です。具体的には相槌の打ち方や記録の取り方、対応の時の座席配置までをマニュアル化しています。都教委では7万部を作成し、公立学校の教職員全員に配布することにしています。